保さん、ヒゲ剃りました。ヒゲ剃りましたよ。すっきり、すっきり、すっきりです。すごいでしょ、日本海。ここはですね、米山と言います。米山、昨日はね、久保さんに送れなかったですね。送らなかったというか、送れなかったというか、まあこういうこともありますよ。まあ3日送んないこともあるでしょうね、今後は。1週間送んないかもしれない、わざと、はい。まあ今回はまあ適当にしましょうか。適当というか、タモリさんですかね、タモリさん。まあ僕が好きな言葉で、タモリさんの適当だよみたいなね、適当にやんないと続かないよみたいな、まあそういう、なんだ、言葉があるんですけど、まあ正直この億万長者合宿は僕の中ではもう終わってるので、趣味みたいな感じなんで。あれ、吉田さん今日釣りしないの？え、なんで釣りしないの？いや、今日別にちょっと釣りしたくないんだよねみたいな。すいません、趣味みたいですからね、この億万長者合宿は。だからまあ送らない時も今後出てくるかもしれないですね。ただ負けず嫌いっていうのもあるので、負けず嫌いが発動するとこういう風にね、止まって取っちゃうんで、進まないですよね、全然進まない。負けず嫌いが発動してね、まあ前ね、なんか移動しながら動画撮ってこういろいろやったりとかしてましたけど、一回止まるんで、高速運転しながらアップロード難しいんで、さすがに。まあすいません、適当にやらせていただきます。まあでもね、商品はね、しっかり売ってますからね、久保さん。今も撮影して回ってんのが、まあ来月の商品用の動画と、まああとはもう昨日で販売、一応お問い合わせ終了したんですけど、それの動画とか、まあそれはしっかりやってるんで。だからまあ、旅中でもね、お客さんからお問い合わせもらった人に対して、ワンツー動画でセールスしたりとか、それはまあしっかりやってましたんで。ありがたいことにね、こう移動しながらでもしっかり売り上げ上がってますんで、おざす。そう、やることはやってます。やっぱね、久保さんと僕が違うところは、僕はやっぱ商品売らないといけないんでね、この久保さんの億万長者らしくはもう終わって4年ですから。売り終わって4年なんで、ポジショニング的にはすいません、一番下ですね。まあ、あとはなんすかね、久保さんを試したというかね、っていうのもありますよね。あれ、これ一日送んなかったら久保さんどんな反応するかなみたいな。人の感情って簡単ですね、久保さん。ね、久保さん。人の感情っていうのはね、簡単ですね。多分まあ前ね、多分億万長者合宿の最初の、一番最初のシリーズで、久保さんに僕は感情をコントロールされまして、そう、こう転がされましたからね。わ、あれ懐かしいな。そう、やっぱね、なんかそのプロモーションでやってるっていうのは分かったんだけども、その皮肉を言われるとクソみたいになってね、転がされたのを思い出しましたね。はい、ということで、移動ありますんで、久保さんね、僕ね、何も動かないと。適当にやっていきたいと思います。では。